それでは早速参りましょうね。不快な音が聞こえてくるのか、それとも清々しい音なのか、はい、今もうすでになんかフライングでいろいろ聞こえてきてるけど大丈夫？ね、わかりました。一つ目の音は皆さん確実に不快な音です。あ、そうですね。はい、それではまず一つ目聞いてみましょう。こちらです。ふざけてるのかな？な、言ったろ？な、言ったろ？な、本当に。本当そうですね。ね、俺がだからぶっ飛ばしたくなるっていう思ったらわかるでしょ？本当よくわかりました今ので。ちなみに宮野くんはそれが我慢できなくて、あの構成作家をぶっ飛ばしたの。構成作家に平手打ちっていうのをやった。素晴らしい、俺もやった。いやこれが、これが何をしてる音なのかっていうこと。知らねえよ。矢作さん、矢作さん、お口が悪いわよ。嫌だわ。気持ちはわかるけどお口が悪いわよ。嫌だわ、もう全然わからないです。うわぁ、もうでも気持ちはわかるよ、俺だってすげえぶっ飛ばしたいもん。あのメガネを割りたいもんな。ドタバタしてるのは余分な動作な気がするんですけど、確実にストロー的な何かで。今日はマジでこういう音が出てます。その余分な動作、っていうのも必要な。こんな必要な、あんな音必要な何かあります？完全に何かを飲んでるんだよな。なんか出てますね。最後にコクリって言ってたの。でもそんなに大量ではないんだよな。なんだ、なんであんなに暴れる。吸いづらいものだから。うーん、近い。スタッフ超頑張る系。はいはい。すまきにされた状態でストローで豆腐吸えよ、お前豆腐吸えよって言われて豆腐を吸わされてる音。うん、でもすまきっていうのは近いかもしれないですね。あのなんかとりあえず何か縛られるか、手が使えないとかドタバタするような状況で。そうだね、そうだね、そうだとは思う。手が使えない状況で離れたところにあるコップに入った水をストローで吸おうとしてる。お、もう行きますか。正解。なるほど、そういうことか。こちらカニ味噌さんからいただきました。逆立ちして飲み物を飲む音。逆立ちして飲むのすげえ大変じゃね。そう、逆立ちしてストローで加えて飲むってことですね。飲むってこと。もう一回、まあ一応頑張ったから聞いてみようか。これ今逆立ちした。そうか、これが今逆立ちしてる。逆立ちした音ですね。でここからで逆立ちして今飲んでんか。今これ飲んでんの。飲んでんの。はい、進めてるよ。あ、苦しい、苦しいね。腕プルプルしちゃうもんね。これしかももしかするとあれかい？ストローくわえた状態で逆立ちして、で飲み物にストローを刺してそれで飲んだ。だからだからか。へえ。だからうんうんっつってたんだ。そうやって言われれば、なるほどって。ただ、イラッとはするよ。まあ不快ではありますね。不快ではありますね。